はい、こんばんは、ニュースゼロです。はい、嘘つけということで、そんなね、地上波じゃねえだろ、お前ってことで、やっていきたいと思います。今回の動画は、高専受験関連のシークレットニュース、KPC ということでやっていきたいと思います。まあ、ニュースゼロじゃないですよ。見ていくと、一番最初が、東京高専の、推薦倍率なんですよ。普通、東京高専って、倍率は、ね、試験まで公開しない。試験が終わった後に公開するらしいんですけど、今回、裏ルートということで、ね、そんな大層なもんじゃないんですけど、裏ルートで入手しましたので、紹介したいと思います。で、二つ目、真ん中、産業技術高専の学力入試の、まあ、対策法を簡単に説明したいと思います。最後に、第4回推薦倍率速報の訂正をさせてください。この3点でお伝えしていきたいと思います。まず一つ目ですね。はい、こちらです。東京高専の推薦倍率を、裏ルートで、知ることができました。ですね、東京高専っていうのはそもそもですね、試験後、公になるんです。倍率が公になるんですが、これびっくりしますよね。マジかって。これまで知らずに受けてたのって思うんですよね。びっくりですよね。で、これ、コメント欄で情報をいただきました。これ、要約するとこうですね。東京高専は3月にならないと倍率も出さない。合格者を何人出したかという情報も出さず、合格番号のみを一時、掲載して、今は削除されていると、視聴者様から、情報をいただいています。ありがとうございます。ですが、ある情報がね、寄せられました。優しい受験生くんが、他の方もね、本当にたくさんの情報をね、提供してくださるんですよ。些細なことでも何か言ってきてくれるんですよね。こういうことがありました。谷兄さん、もしよかったら参考にしてくださいっていうふうに、本当にね、皆様に支えられてますね。なんとかやっております、本当僕も。今年は東京高専推薦受験者人数出ました。出たってどういうことって僕思ったんですよ。DM でもいただいたんですよ、ツイッターの。あれ えどういうこと受験番号が1万から始まって、10157まであると。そういう情報が、そういう受験番号が書かれてある、まあ、その資料をもらったんでしょうね。受験者として。受験生としてもらえる資料の中に、受験番号の最初から最後まで、頭からお尻までが書いてあったというふうに情報をいただきました。158人ぐらいなんだと、推測が立てれると。で、今年は200人の定員の 60% 程度が推薦だから、約120人が、まあ、受かると。合格枠があると。で、158人受けてるということで、まとめるとどういうことかと言いますと、120人が推薦枠で、例年のこの志願者っていうのは、平成30年度、2年前、3年前かな、が102人、そしてちょっと増えて120人弱、そして去年は120人ちょっと増すぐらい。ということで、120人をここ2年はキープしているわけですよ。で、今年は推測ですね、ほぼ確定でしょう。その人の情報によると、158人受ける予定の受験生の方ですね、中3から情報が寄せられました。受験票、まあ、その資料の中に書いてあったんでしょう。最初から最後までのその受験番号が1000から、10000から10157まで書かれてあったと。これは158人の受験生がいるという、まあ、推測が立てれるほぼ確定じゃないんでしょうかというお話です。まあ、こちら結構有益な情報なのではないでしょうか。これですね、推薦を受けた人しか分かってない、ね、推薦を受ける予定の人しか分かってない情報だと思うので、一般入試でビクビクしている方、何人推薦から落ちてくるのかっていうのが大体予想つきましたよね、今ので。ちょっとまとめておきましょう。こちらですね、今年は158人ほどが推薦を受けるということです。落ちる人が30人以上増えます。推薦から30人以上増えるってことは、そう。ということは、平均よりちょっと上ぐらいの人が、そう、確実に上な人ですよね。推薦を受けれるってことは。推薦を受けることができる内心がいい人が学力試験に落ちてくる。その人数が増えるということですよね。これはちょっと有益だと思います。例年まで120人だったのが、今年の受験票などそういう資料を参考にすると、どうも158人ぐらいいるんじゃないかと。そういう情報が寄せられています。で、落ちる人が30人以上増えると。ということで、120人の枠を158人が争っているということで、だいたい 1.31倍ということが、推測で、データから、推察されます。 1.31 倍ということで例年より高くなりますね。皆さん気合い入れて行ってみてください。はい、ということでお次のニュースです。産業技術高専の学力入試の対策法ということで、まあ、こういうメッセージが寄せられました。他のね、高専の試験と違うと、ちょっとどうすればいいのかなっていうふうに、ちょっと谷兄さんお願いしますというふうに言われたので、ちょっと自分も、目を通してみました。ね、過去問公開されてますから、国語はちょっとね、公開されてないので、僕はちょっと見ることができなかったのですが、数学と英語は見ることができましたので、ちょっと言及していきます。英語から見ていきますよ。英語は基本的にね、私立大学の試験問題風って感じですね。長文が2台ダウンダウンってあって、小問がね、10問ぐらい続いている感じ。まあ、こんな感じなんですよ。私立大学の試験問題風。で、全体の構成から見ると、リスニング、長文というふうに全体構成がなされています。まあ、こんな感じですね。長文
しか出ないんですね。本家の高専入試と違って並び替え問題だったり、会話文が単体で出るんじゃなくて長文問題に入り込んでる感じで、長文問題としては大問ね、大問としての長文しかなくて、リスニングが追加されてるって感じですよね。じゃあこれどうすればいいのかなって思うんですけど、まずリスニングからちょっとお話しさせてください。リスニングの勉強法って習いませんよね普通。リスニングの勉強法っていうのはあります、 あるのでしっかりそのリスニングの勉強法にのっとってリスニングをしてほしいんですね。これ見てください。以前僕が挙げているね、まだ駆け出しの頃です、皆さんが僕のことをね見つけてくれてない時ですね、僕が頑張ってね全然再生数ないのに頑張ってた頃ですよ、この頃めっちゃきつかったよでこれ僕がね、あの大体 TOEIC 935点ぐらい取ってるんで、その時にねリスニングの勉強法っていうのはいろいろ調べたりしたんですが、その時にね、その後だその知識を元にして動画を作ってます。概要欄に貼っておきます。概要欄に貼っておきますので、もし産業技術高専の、まあ、その推薦受ける人で学力対策もしておきたいなだったり、推薦をそもそも受けずに学力入試を受けるという人でリスニングの勉強ができてない人は必ずこの動画を見ておいて実行しましょう、行動に移しましょう、これはねちょっとやるだけでねだいぶ伸びると思うので、しっかりねやっておいてほしいです。まあ、こんな感じで紹介してますね。こんな感じで説明してますから、この動画だけで完結します。やり方がわかるのでしっかり見ておくことですね。はい、これねずっと使います。高専入ってから使いますし、高専の先生は教えてくれません。リスニングの勉強方法はこうやってやればいいよ、リスニングの勉強方法はこうやって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 こうすればいいよって教えてくれません。自分で調べたりこういう風に情報を収集しないと必ず自分の手元には来ないので、しっかりこれで勉強するようにしてください。はい、ということでリスニングについては OK で、長文はですねやっぱりいろんな問題集から同じ形式や長文問題を集めてこなしていくしかないですね。はい、で長文しかないので、やっぱそのとにかく長文を読んで慣れるしかない。その読み方っていうのはやっぱりそれぞれ皆さんが習っている先生、英語の先生の読み方だったり、僕だったらもう前から主語と動詞と前置詞プラス名詞だったり副詞だったり、そういう品詞分解をしながら前から、直訳していきましょうと、そういう風に指導してるんですけど、まあその各先生の指導に従って長文をこなしていくしかないですね。やっぱりこれもポイントなのが、時間を計って情報処理能力でもありますからね、長文読解っていうのは。時間内にどれだけの、スピードでその英文を処理していく、情報を処理していくっていうのが肝だと思うので、しっかり、このことを大切にしてほしいですね。まあそのとにかく読んで慣れるしかないですね。結構長かったでしょう、大問1と大問2でね、リスニングの後に大問2分、2つ分ありますから、これねかなりなんて言うんだろう、時間内に解き切らないといけないので、早く読まないといけませんよね。正確に早くなんで、そこがちょっと難しいところです。はい、じゃあ次数学いきましょう。数学はなんかほぼ本家の試験と同じ感じですよね。なんかね最初に小問があって、その後に関数とか図形とかその他の、特化した単元の大問があると、その流れになってます。ですのでやっぱりその最初のね基本問題をどれだけ落とさずに、後半の問題でどれだけ取れるかの勝負になると思いました。だから前半ね落としちゃったらみんなと差がつくから、守る試験ですね。守備が大事な試験になっていきます。で後半はやっぱり攻めていかないといけませんね。カッコ1番解けて当然、カッコ2番から解けるかな、解けたらみんなと差がつくよと、そういう攻める勝負になりますね。前半が、守備の勝負で、後半が攻める勝負みたいな感じになると思いますので、しっかりこれを意識していくといいと思います。はい、ということで数学はこんな感じですかね。ちょっと英語と数学だけですけど、僕のアドバイス簡単ですがお送りさせていただきます。で3つ目、ちょっと第4回ね結構訂正があって申し訳ないです。ちょっと言い直します。しかもこれ僕ねコメント欄でいただいたんですけど、これ僕間違えて読んでましたね。小山高専と都城高専、僕めっちゃ間違えるんですよ。いや分かってるんですよ、何回もね教え子とかねコメントで怒られるんですけど、そうちょっと気をつけますね。小山高専からちょっと見ていきましょう。こちら定員が16人32人16人16人という風に言ってましたが、はい、こちらちょっと訂正バージョン、載せておきますね。ちょっと疲れちゃって足し算引き算ができてないですね。ちょっとしっかりね電卓使ってやったんで、確かな情報だと思います。この、12月18日現在ではもう確定してますね。この人数がちょっと落ちちゃうんじゃないかなという人数でございます。小山高専でした。佐世保高専もちょっとねミスってたんですよ。いや例年とはねちょっと違うらしくて、例年とは違って20人が定員、ちょっと推薦の枠が増えたらしいです。でこの20人を考慮して、考え直すと、こちら、機会はもしかしたらこのままいくと、この6日時点では、誰も落ちないかなと、もしかしたら1人か2人だけかなと。で電気電子、電子制御、物質工学、それぞれ、画面の通りの人数であります。やっぱりその電気電子系が機械より多くなってるというのは否めませんよね。ちょっとこれやはりいろんな高専でそういう傾向が見られていますね。はい、ということでここが16人じゃなくて20人だよっていう訂正でした、ごめんなさい。じゃあ次行きましょう。明石高専行きましょう。明石高専どこが間違っていたかっていうと、都市システム工学科という学科の人数が間違ってました。こちら定員が20名ですので、ここなんか違う数字が書いてましたよね。確か21人って書いてたんで、ちょっとこれ11人ですね、申し訳ない。はい、これが訂正でございます。で次、木更津高専行きましょう。木更津高専は確かミスはなかったはずです、こちらのままですね。はい、スクリーンの情報をご覧ください。で呉高専行きましょう。呉高専はこちらですね、ドンと、
これもね、リアルタイムで直しましたね。はい、こちらです。やはり、でもこの光線は、呉光線に関しては機械は下火ではない印象ですね。なんか光線によって、地方によって特色があるっていうのをちょっと今度ね、分析してみたいなと思いました。はい、ということで、本題は終了でございます。3点以上です。で、これですね、皆さんもうすでに連絡している方も多いと思うんですが、お年玉無料光線模試ということで、数学と英語の2科目で、皆様にお年玉として無料で配信させていただきます。今すぐダウンロードということで、概要欄から申し込みください。メールアドレスとご氏名だけでご応募できます。こちらのですね、概要欄の URL を、クリックしていただいたら、こちらのページに飛びますので、いつも通り、メールアドレスとお名前を書いていただいたら、お申し込みができます。6時間以内にご案内しますので、一番長くて最長で6時間ちょっとお時間ください。その6時間までには、ご案内のメールを送れると思いますので、そちらをご覧ください。はい、こんな感じですね。2科目分の問題、PDF ファイルと、こちらですね、回答フォームの URL がこちらの一つのファイルに同梱されてますので、こちらをご利用ください。はい、ですね、今のところですね、やっぱり無料の魔力っていうのは結構すごいらしくて、71人、半日しか経ってないのに、今のところもう71人の方が申し込みくださっているので、びっくりしてますね。やっぱ無料は強いですね。はい、ということで皆さんしっかり活用して本番に向けて練習していってください。実はこれ回答もついてるということでお得ですね。回答もついてます。もし間違えたりよくわからない問題があったらしっかり回答を見て復習をしていきましょう。はい、ということでもう一つフリート配信です。これ知らない人もいると思うんです。一応ちょっとお知らせしておきます。@KPCPDCA という ID で Twitter やってますね。で、こちら、クリックしていただくと、こういう画面が出てきます。この丸いアイコンをクリックしていただくと、僕のアカウントフォローしていただくと、もしくは、このアイコンをクリックしていただくと、その後にこのページが出てきます。これ何かというと、構成入試の類題だったり、形式を模した問題を毎日配信しています。今のところ65回目まで終わってますね。構成入試まであと何日ですよとか、いろんな雑談とかを交えながら、配信してますので、これですね、もし必要な方は、回答ね、なさってくださったら僕が回答返信しますから、この画面の下にですね、回答フォームがあったり、そもそもこの画面をスクリーンショットしていただいて、僕のアカウントの DM に送ってくださったら、回答解説を返信しますから、これで皆さん勉強していただくとよろしいです。で、今までの全部のファイルだったり、いちいち僕の DM に送るのがめんどくさいって人は、こちらおすすめです。概要欄に貼っておきますが、これまでの、フリート配信のすべての問題とすべての回答のアーカイブですね、Google ドライブのファイルのリンクをプレゼントします。プレゼントじゃないですね。有料です、これ。1000円で、販売してますので、もしご用意の方は、ご利用ください。概要欄からお申し込み可能なので、見ておいてください。はい、ということで、全体終了でございます。こちらですね、高専の受験関連のシークレットニュースということで、3点、お届けしました。特にね、ちょっと産業技術と東京高専の人に対して、ちょっと向けての情報になってしまいましたが、結構ね、レアというか貴重な情報だと思いましたので、1本の動画にまとめさせていただきました。以上でございます。また違う動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。術式展開。全国初高専入試特化形式別問題集、過去問類題コロシアム。では素晴らしい提案をしよう。お前も高専に入らないか。入る気がないのなら戻れ。見ればわかる、お前の学力、高専志望だな。その意志練り上げられている。思考の領域に近い。俺や谷に、受験生のみんな、なぜみんなが思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう。本番を意識した練習をしてないからだ。型を見てないからだ。過去問の類題を解いてないからだ。高先生になろうみんな。過去問類題集があれば年末年始も鍛錬し続けられる。得点力がつく。高専合格に値する学力が手に入れられる。全国初高専入試特化形式別問題集、過去問類題コロシアム。イレギュラーな短縮範囲も考慮した今年度の受験生のための教材です。 PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.